ジョバンニ・チャン・フリーリアはイタリアの映画俳優。1958年以来100本以上の映画に出演している。1950年代から映画界入りしたイタリアのスタンドマン兼アクション俳優。1960年代のマカロニューエスタンではケンウッドの変名を用いた。他にもジョバンニ・ジャン・フリーリアやアルフレッド・ライクリンとクレジットされることもある。アンオで生まれた チャンフリーリアは、ヘラクレスで、スティーブ・リーブスのボディダブルとしてデビューし、その後、数十のジャンルの映画で、スタントマンとして登場し始め60年代の後半、以来、彼はいくつかのアドベンチャー映画に出演し、スパゲッティウエスタンは、ケンウッドの芸名を使用して、主役を演じたスティーブ・リーブス主演のヘラクレスなど、多数のペプラムもので、スタントと早くをこなした。 彼の素質が開花したのは1960年代半ばからのマカロニウエスタン時代からで脇役からだったがキラーキットあたりからは主人公と対決する敵役にまで出世しマリオバーバ監督の黄金の目のアリューであるヒーローものスーパーアルゴシリーズではついに主役を演じるまでになるマカロニウエスタンでは5匹の用心棒や7人の特命体といった集団アクションものでも 個性を発揮した。1970年代からは再びアクション要因の脇役に戻り、ポリスアクションやバッド・スペンサー主演の喜劇アクションなどの数多くの作品でスタントプレイヤーとして活躍した。なお、1980年代初頭には、シュワルツェネーカーのコナン・ザ・グレートのヒットを受け、幾本ものアリューが作られた。そこにもペップラムもので育った。 チャンフリーレアの姿があった。など多数。クレジットなしの作品も少なくない。ありがとうございます。